川田ひな、3度目で覚えられる WW。 8日に趣味ドキッに出た川田さん、公式 X で名前が石川田ひなと紹介された。そして本日それの訂正お詫びツイートがされるも、川田ふとしひなさんの名前をミスで石川田ひなと表記してしまいましたと訂正ツイートでまた名前が間違えられてしまう。これに対してお日様からは、なんかいろいろ心配になる、名前間違いのお詫びでさらに間違えてるのおもろすぎる、確認しなさすぎだろ WWW、 川田ふとしひなってなんやねん WWW、 何期生の誰だよ WWW、 まだ最初の表記ミスのがマシだったろ W。 このような反応があり、その後公式 X から重ね重ねお名前間違えのお詫びと訂正ポストがされました笑い。これにお日様たちは、今ヘイマックスが石川田ひなと川田ふとしひなをどうやってテロップに入れ込むか必死で考えなか、いや間違えないんかい WWW、 日の前に糸入れて日向坂っぽさ増したよね笑い。そして一連の流れがヤフーニュースのも載ってました笑い。